ボートレース三国シリーズ3日目の競争、続いてのカードは第4レース予選競争です。対戦メンバーは1号艇山口剛、2号艇森永隆、3号艇甲賀満、4号艇飯島明宏、5号艇松尾ひろむ、6号艇峰竜太、以上のメンバーです。ここも動きはなく、どうやら定番通りの並びとなりそうです。インコースに向かっていきますのは1号艇山口剛。昨日の1走は2着、絶好枠からシリーズ初白星を目指す一戦です。本日は12レースの2走となっています。1号艇山口、インコースに向かいます。2コースには2号艇森永隆、昨日の後半レースは道中続きました3着争いを制しています。3コースには3号艇甲賀満、このレースは電気一式を交換しての登場です。4コース角に4号艇飯島明宏、5コース5号艇松尾ひろむは昨日の一走はまくって後輩と演出する白星を飾っています。6コースには6号艇峰竜太、昨日のドリーム戦陰線逃げて白星を上げています。このレースは1号艇山口剛、人気の軸に押されています。進入はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。5号艇の松尾好スタート、6号艇峰もいいスタートを切っています。インから逃げ体勢、1号艇の山口をまくりに行く4号艇の飯島、内からは2号艇の森永、6号艇の峰が最内から続く、内から6号艇の峰、外は4号艇の飯島も一定心前れているのは4号艇の飯島です。3番手に2号艇の森永、その後ろ3号艇の甲賀に内から迫る5号艇の松尾、1号艇山口最後方でスタートは正常です。先頭4号艇の飯島に相当握っていく6号艇の峰、内からは3号艇の甲賀、その内を2号艇森永が続いていきます。先頭4号艇飯島明宏、リードは二定心、外から迫っていく6号艇の峰、3番手は2号艇の森永が打ち、外からは3号艇甲賀が続いて2周1マークにこれから向かっていきます。先頭4号艇飯島明宏、2番手6号艇の峰が外から、内からは2号艇の森永、最内 3号艇の甲賀が切り込んでいきます。4号艇の飯島明宏、リードは依然として一定審判ほど、外から迫っていくのは6号艇峰竜太、あとは大きく離れて3番手争い、2号艇の森永の内に並びかけているのは3号艇甲賀です。先頭4号艇飯島明宏が2周2マークを旋回、2番手6号艇の峰竜太、3番手は外全速で逃げる2号艇の森永、内からは3号艇甲賀も、3番手2号艇森永隆が一定審前、現在の体型は462の体型で、これから最終周回です。先頭4号艇飯島明宏が最終周回の1マークを旋回、内をつくか6号艇の峰竜太ですが、2番手3番手は2号艇森永隆で上位体型は固まりました。4番6番2番です。4、6、2ですと3連単は高配当 558.3 倍です。先頭4号艇飯島明宏、これがシリーズ2勝目となります。2番手は6号艇峰竜太、3番手は2号艇森永隆が守りきりまして、上位体系4、6、2で高配当決着です。先頭4番飯島が5輪、2番手6番峰が5輪、3番手2番森永が5輪、3番甲賀、5番松尾、ラスト1番山口が5輪です。ボートレース三国開設67周年記念 G1 北陸帝王決戦、本日シリーズ3日目の競争、戦いは終盤戦に入ります。競争水面上は第10レース予選競争です。対戦メンバーは1号艇徳松秀樹、2号艇宮野原幸喜、3号艇松村幸太、4号艇稲田浩二、5号艇峰竜太、6号艇真庭博士、以上のメンバーです。このレースは目立った動きはなく、定番通りの並びとなりそうです。インコースゆっくりと向かいますのは1号艇徳松秀樹、前半レースは道中続きました3着争いを競り勝っています。ここは絶好枠で登場、1号艇徳松の陰線です。2コース向かうのは2号艇宮野原幸喜、昨日の2走は3着2本を並べています。3号艇松村幸太が3コースです。前半レースは差しての1着、4号艇稲田浩二は前半レース逃げて1着でした。ここは4コース稼働、5コース5号艇峰竜太、6コース6号艇真庭博士、
マニワはこのレースキャブレター、そしてギアケースを交換しての登場となっています。絶好枠1号艇徳増秀樹、人気の中心です。進入はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。4号艇稲田コースタートを切っています。インから逃げ体勢、まずは1号艇徳増秀樹、サス2号艇宮野原、マクルー3号艇の松村、内からは4号艇稲田がそれに続いていきます。先頭1号艇徳増秀樹、リードは一定審判先頭です。2号艇宮野原2番手、内から接近4号艇稲田、3号艇松村4番手、後方5号艇峰、6号艇真庭の順でスタートは正常です。1号艇徳増秀樹一周にマークを旋回、4号艇の稲田に内から迫ってくる2号艇の宮野原、2番手は2号艇宮野原が抜け出しています。4艇審とリード、3番手争い4号艇の稲田が外、内からは3号艇松村、5号艇峰もこの3番手争いに加わって2周1マークに向かっていきます。1号艇徳増先頭、2号艇宮野原2番手、4号艇稲田が3番手は先に旋回、5号艇の峰が内から差を詰める、3号艇松村がその続き、4号艇の稲田が3番手は一定審判前に出ていますが、5号艇峰が外から接近、3号艇の松村5番手で、6号艇間に合わず最後方で2周2マークです。3番手争い4号艇の稲田、外に行く5号艇の峰、内から小さく回る3号艇の松村です。3番手4号艇の稲田、外並びかける5号艇峰、この2艇の3番手争い、あとは離れました3号艇松村、6号艇マニアの順でこれから最終周回です。焦点3番手争いが続いています。1マーク4号艇の稲田、その内を突く5号艇の峰ですが、若干手が浮きました。しかし3番手4号艇稲田、リードは2艇身、1、2、4の体型、前追っていく5号艇峰は4番手でこれから最終ターンマークに向かっていきます。先頭人気に応えました1号艇徳増秀樹はこれがシリーズ2勝目、2号艇宮野原が2番手、3番手は4号艇稲田が先前、内を突こうとした5号艇峰ですが、3番手は4号艇稲田取り切りまして、上位体型1、2、4、先頭1番徳増5輪、2番手2番宮野原が5輪、3番手4番稲田が5輪、5番峰、3番松村、ラスト6番真庭が5輪です。